前回のあらすじ。あと一発。向こうは三発。あ、向こうはなどにあつこと、あと一発。一発。おお。そして物語は続いていく。ちょっとね、あれは強すぎじゃないか。いくらなんでも。教えてくれ。ガール戦ったの？戦った。命知らずはね、勝つコツ。博士のコンピューターがあるよね。重要なデータが入ってた。へえ、何それ。重要なデータ。何に関するデータだよ。これか。あ、これなんかでもスーファミのコントローラーの形してんのこれ。体力、すべての運動能力、自信、根気。根気ねえな。自信なんかなくなってんね。自信もなくなったな。運動もあるけど、運もちょっと足りてないね。自信とあれか。自信とかつかねえかな、これ、祈ることによって。今いくつ ?50 でしょ。50、40、70。自信つくとかあったよな。自信はあれか。なんか薬飲ませるべきなのかな。自信ってどうやってつくんだろう。あー、待った。ちょっとタンマ。ちょっと待って。攻撃力も、ここら曲げた方がいいよね。攻撃防御。そこ上げまくって、ちょっと敵倒しまくるか、ちょっと。あの、コロの森だっけ、なんか、あそこでちょっと。あ、そうだ、その前に。あ、てか、まだ行ってないとこあんじゃん。あ、また最初からこれやんのか。懐かしいな。あの頃の青春を思い出すしまうな。素晴らしいね。これ何が出来上がるんだろうな。天の恵みじゃ。やったー。これでしばらく放置してれば作物が出てくるってことな。ここ行ってみようぜ。炭鉱跡。あ、ここ敵いんじゃん。あ、ここいいじゃん。ここにしようぜ。ここでやろう。ここでさ、敵を倒せばさ、あれでしょ。今50。まあ、いけるでしょ。50のままか。自信。まあでもやるしかないかね。ここら辺全部上げて、やっていくしかねえよな。もう修行あるのみたいね。ひたすら修行だよ。あれはただもんじゃない。すげえな。どんどん攻撃性が増してるぞ。これ上げられるの？ああ。体当たり全無理みたい。普通には。上げてんだよ。ダメか。開けてんだよってなんだよ。じっとしてえろ、よく寝れる。じっとしてろ、あ、止まるのか、運気が。ここでまずちょっと攻撃を上げるか、じゃあ。攻撃を上げて、じゃバランス能力をマックスにして、あの、吊り橋で、吊り橋っつうか、あの、なんか。で、マックスにして、ちょっとあの、ドーピングしてやっていくか。あともう、で、あるか。この神の守りで祈りまくっての、みたいな感じか。当たってねえ。そっち行ってしまったか。いけるか。ちょっとタイミングが。やばい。やってしまったな。あ、ダメージ受けるとあれだな。自信なくなるね。それ非常にまずいな。あ、そっか、褒めてねえな。最近褒めてねえわ。そっか。やっぱダメだね。褒めるの大事だよ。なんかさ、その、なんつうのかな。もう最初は、なんかもう付き合い始めの時はなんかもう相手が可愛すぎて、なんかその、可愛い可愛い言いまくったのがちょっとだんだんマンネリっつうか、だんだん慣れてきて、なんかそういうの、言わなくなってきたみたいな。ちょっとそういうあれだよね。やっぱダメだよね。ここで一回あのちゃんと初心に帰んなきゃダメなのかもしれん。あ、これで開くんじゃね？もしかしたらあそこの先の扉。
じゃあ、ここで褒めなきゃダメだ。ここで、褒める。そう、初心を戻すんだ。ほら、自信取り戻した。次はここだ。ここの話しかけよう。さあ、どうなる？おー、いいよ、いいよ。それもありだ。全然ありだ。大丈夫だ。ここも楽しそうにしたから、今。よし。オッケー。自信がどんどん上がっていく。次はチロだ。どんどんやろう。優しくしましょう。その通りです。優しくするべきです。オッケー。よーし、自信がどんどん上がっていく。よし、もう自信がどんどん、まずね、上げて、攻撃力99じゃん。防御78。78でしょ？で、次は、そうだな。じゃあまあ、ここでちょっと鍛えつつの、ちょっと褒めまくって鍛えて、褒めまくり、鍛えまくり、で、亀のお守り。で、あれすると。これはでも飲ましてみるか、Aチャージャー。さあ、披露してくれ。君のその実力を。ドゥンドゥグドゥン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 ピロピー。普通に渡ってね、79か。OK！ で、こうですか？上がってねえ。なんか上がるやつと上がんねえやつがあんのかな。なるほど。じゃあどうする？頑張ろう。頑張るしかない。攻撃を食らったら自信が下がってしまうから、だからそこが問題だよね。うまくそこでやって、なんていうのかな。調整していかないと。運もちょっと上げて、ガンガン上げまくって、よし、上げよう。おじさん。さあ、ガンガン行こうぜ。あいつを倒すんだ。あの男を倒さなきゃいかん。これ、これに攻撃力を、攻撃性を上げるなんかあれがあるのか？カムの守りには。いいぞ。いけ！オッケー！もう完璧だよ。素晴らしいよ。君は素晴らしい。もうどんどん行こう。もう99いってるけど。根気も必要だな。本気はどうやってあげる？あれ飲ませるか。もう飲ませるか、じゃあ。ちょっとこれも気になる。もう一気に飲ませるぜ。これどうなる？お、すげえ！森行き！森行きじゃん。え、すごいじゃん。これもう勝てんじゃね？あ、これでさ、マックスまで上げてさ、マックスまで上げて、あの、自信つくやつと、あとなんだっけ、根気のやつをやって、で、あ、もうこれもう走り放題じゃん。あ、これいいね。あ、こんなのあったの。じゃあちょっと A チャージャー買うわ。でも高いんだよね。ちょっと高いからちょっと気をつけていこう。よし。で、まず A チャージャーを買うと。もりもりの実。非常に作らしいですが。はあ、はあ、なるほど。なみなみってなんだよ。へぇ、すべての能力が平均化される。それはそれちょっと。今やったら逆に下がる可能性があるな。あ、それじゃない。まず、A チャージャーを買う。ちょ、2個買おうぜ、これ。回線いかな。剣1個あったよね。ちょ、剣1個売ろうぜ。おー、すげえ、5000コール、やった。すげえ、高え。なんかちょっと他にも売ろうぜ。売れるやつはさ、これ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 とかさ。一応5000、おー、いいよ、あげる。こちら、これ。もうどうす、いらないだろ、これ。やった。もうこれでもボロ儲けだな。で、あ、何があったっけ。これ何買おうとしたんだっけ。全下げる。すべて下げることができる。何の意味があるのかってさあ。その何のためにそんなことやるんだろうね。これだ。根気。よし。で、これと、自信つく。オッケー。ほんとはあんまこういうドーピングしたくないんだよね。なんか自分の力でさ、自分の力っていうか、なんていうのかな、ちゃんと、自分の力で培ったものだからこそなんか意味があるっていうか、なんか。これドーピング本当、本来あんまりしたくないんだけどね。まあでもまあ。まあいいでしょう。ちょっとあいつはちょっと強そうだからな。ちょっと勝つためにはちょっと手段を選ぶわけにはいかん。よし、食え。ちょっとどこなのかな、これ。
何食った？地震のやつか。やばい、めっちゃ上がってる。とてつもなく上がった。秋っぽすぎた。めっちゃ上がってんじゃん。これな、他の能力下がってる。あ、攻撃力下がってんな。攻撃下がってるけど、ちょっと待って、他になんか下がってる。運は OK だよね。攻撃が下がったか。じゃあとりあえず、じゃあこれで最後の、まあ、仕上げに入って、ここで上げるか。ここで上げて挑んでいこう。で A チャージャー食っていくぜ。お、やばい、こう見づらいな、ここ。オッケー、お金もらったね。今お金増えた。100ゴールド、100円くれんじゃんこいつ。95、そう、もう一回だな。それでいこうぜ。取ろっかこれ。取らんかったな。めっちゃ取ろっか、この重い。よし、オッケー、よーくやりました。じゃあ次 A チャージャー、これ食ってくれ。440、まだ上がるね。これどこまで上がるんだ。ちょっともう一個さ、 A チャージ使いたいけど、ちょっとあれで試してみるか。赤いやつ、あれを2個買ってみる。これを、これちょっとこれ2個上げてみて、ちょっとピーノのちょっと体力の上限を知ろうか。でも999だったらもう余裕で倒、もう絶対余裕で倒せるよね。で今どんな感じ。まあ防御はまあそこそことして、まあでもこんだけあればまあいけるんじゃないかな。無理無理、どんどん行こう、どんどん食え。あ、500か、なるほど、500が最大値なんだね。オッケーオッケー。じゃあ一休みしてちょっと挑むとするか。じゃあ行くぜ。こんだけはいけるの。やるじゃないですか。子供っていうのは実は嘘でしょ。あなたの噂では持ちきりですよ。そんなに頑張ってください。応援していますよ。500だからね。でガーディの体力も 500だから、まあこれでまあ一応なんだ、まあ、体力的にはもう合格といったところだよね。あいつの実力はちょっとまだ未知数だから、一撃はどのぐらい、まあ、ジャンヌはまあスピードタイプに比べてに対してと、まあガーディ、まあ、あれは絶対パワー系だよね、どう見ても。でまあ、P のもどしかしたらパワー系だから、まあ、それで どこまで対応できるかって感じだよね。まあ言えるでしょう。また来たぞ。信じられ、また来よったぞ。また来よったぞ。面白いな。あの要の少年ではないと。ガーディー、なぜそれをのまねして挑んでくる。守るべきものがあるからさ。だから負けるわけにいかないんだ。頑張れ、いいぞ。全然食らわねえ。やばい、こいつ強いぞ。これはやばい、これは強い。こいつも稼働するか。うーわ、食らいすぎじゃねえか。ちょっとボギーも硬いね。こっちも回収の一撃出せないのかな。ちょっとずつ追いついてきてるね。同じガードの仕方するなこいつは。攻めろ攻めろ攻めろ。おお、すげえ、すごい、追いついた追いついた。これはいけるぞ。
お、すごい二票、すげえ回数、ああ、向こうまで敵がなかった。なかなかいい勝負だな、これ。運の要素がでかいな、これはきっとな。いけ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 。ああ。なかなかいい勝負するね、これ。おーし、4連チャン。これ向こうもやってくるか。なかなかいい勝負するね。いけ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 。攻めろ。おー、あとちょっと、あとちょっと、あ、いけ、もう一発もう一発あら、三発うわやばい。やばいぞ、これは。非常にやばい。マジで強えな、こいつ。半端ねえな。これはきついでしょ。これ運なのかね。まず3回目の戦い。お、幸先いいんじゃないか。これはこれはかなりよし。お、これめっちゃいい感じじゃね。こっちに今かなり有利な状況だ。いけピーノ、いけ、いける、お前ならいける。いいよいいよ、諦めるな、決して諦めるな。自分の感覚を信じろ、ピーノ。お前ならいけるぞ。お前ならこいつを乗り越えていける。大丈夫だ。このために俺たちはいろんな訓練をしてきたじゃないか。思い出せ、あの日の、あの日々の賜物を全て。大丈夫だ、ピーノ。お前ならできる。よかったー。いや、これはドキドキするな。痛いものなのだ。人間の強さを超えてるではないか。もしや。こいつはバレたか。いや、よく頑張ったね。なんとガーディンを倒してしまうとは。夢を見ておるのか。いいえ、王様。これは夢ではありません。紛れもなくあの少年は私たちの目の前で、我が国最強の兵士を二人も倒したのです。最強だったのか。わしのこの兵として召し抱え特別に優遇せよ。100年に1人のまさに格闘の天才じゃ。でもこれ擬人ってバレたらどうするんだろうな一体。
そして格闘大会に予想したピーノは、王様の家来でも滅多に入ることのできないお城のてっぺんにあるコロの間に呼ばれたのだ。すげえな、どんどん出世していくな。なんかどう違えな。いつそんなの覚えたんだお前は。そんなに緊張せんでもよい。見事な戦いぶりであった。なお何と申す。ピーノ元気のいい子じゃ。ピーノの優勝をたたえようぞ。それにしてもジャンのガーディを通してしまうとはまだ信じられない。いかなる練習をすればそのように強くなるんじゃ。あ、うわ、首がバレた。貴様擬人か。どういうことだ。貴様知っておったな。へえ、捕まんの。もしかしてお呼びでございますか。そこの少年、いや擬人を引っ捕らえろ。擬人の分際で王を欺いた罪じゃ。そんなに死刑は。おやめください。何メッサラ、わしに再生するのか。恐れながら申し上げます、その少年は擬人とはいえまだ子供、子供を処刑するのはいかがなものかと思われますか。しかしメッサラ、そんな擬人を放っておくのは危険すぎるのではないか。別に何も悪いことやってねえじゃねえか。わしは任せください。良い考えがあります。なるほど、頭の良いお前がそう考えるならよかろう。そじに任せる。冬かじゃ、そんなに擬人が嫌いなの。すっげえ落ち込んでんじゃん。ピーノめっちゃかわいそうだな。驚かしてすまなかったな。私は君の力をこの目で確かめてみたかったのだ。それに君が擬人であることが王様に知れたら、すぐに試合中止になっていただろう。助けてくれ。なんでだ。おい、へい。お呼びですか。ピーノ君お帰りになる。城の外のお送りしろ。優勝トロフィーも言える。ああ。棚に一つなんか、あれがあって、空きがあったけど、そういうことだったのか。怪しいけどな、これで超怪しい。絶対何か企んでるでしょ。重い子ついた。あと三つか。時として戦う心変えるが起動しました。心がピンピン。いいですね。メッサラはなぜビーノを助けてくれたのかしら。命の恩人にこんなこと言うのは失礼なんだけど、まあなんかね、あ、そっか、博士完全忘れた。今頃どうしてんのかな。完全に忘れて。